どうも、皆さん、こんにちは。チャックマスです。本日はですね、JAL がなんとフライオンポイント2倍キャンペーンをね、開始いたしましたので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、こちらですね、英語のサイトの JAL の、ね、方で発表されたキャンペーンということで、こちらね、日本の方でもね、利用することができそうですので、今回解説させていただきたいなと思うんですけれども、一応ね、こちら、今ね、この動画撮ってるの深夜っていう風になっておりますんで、一応ね、明日、 ジャルデスクにですね、改めてね、登録。まあ、ちょっと私はもうエントリーできたので、まあ、利用することはできると思うんですけども、一応ね、確認させていただきますんで、あの日本人の方がね、利用することができるのか。この点ね、あの固定コメント、えー、入れておきたいなと思いますので、この動画を見てすぐね、購入するっていうのは、えー、やめていただいて、あの、確認が取れてからね、あの利用するように、 してください。ということで、今回ですね、JAL がフライオンポイント2倍キャンペーンね、えー、開始いたしました。で、で、JAL に関してはですね、まあ私の動画でね、散々、あの話している通り、この JAL っていうのはですね、JAL ライフステータスプログラムっていうのを、えー、今年ね、開始いたしまして、もうね、このフライオンポイント2倍、まあ今回キャンペーンでもらえるわけなんですけども、 これをね、いくら貯めたとしても JGC っていうのは取ることができないっていう風になるんですよね。この JAL ライフステータスポイントを1500ね、貯めていただくと、この JGC にね、入会できるように変更になりましたので、まあ今回ね、フライオンポイント2倍来ておりますけども、まあ、基本的にお勧めできる方っていうのは、JGC プレミア、えー、目指している方、またね、JAL のダイヤモンドね、目指している方に関しては、まあ、今回のキャンペーンね、まあいいのではないのかなと思うんですけども、まあ、めちゃくちゃ安いかどうかって言われると、今ね、 円安っていうふうになりますんで、為替のレートがよくありませんので、まあ実際国内でやった方がね、安くなっちゃうんじゃないかな、なんていうふうに思う部分はあるんですけれども、まあ一応ね。 海外でやりたいっていう方ね、いらっしゃると思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。はい、ということで、えー、公式サイトで見ていきたいなと思うんですけども、日本語ページもね、見つかりましたので、えー、日本のね、えー、片方もこちらのキャンペーンで参加することができます。で、まずですね、詳細いきたいと思うんですけども、えー、国際線、ニューヨーク、ダルス、フォートワース、フライオンポイント2倍キャンペーンということで、えー こちらね、エントリー必須になっております。で、まず期間が、エントリー期間3月13日から3月の31日までエントリーできるっていうふうになっておりまして、登場期間が4月の1日から6月30日までっていうふうになります。ですので、もしね、利用されるっていう方は、もう今すぐね、エントリーだけしといていただければなと思います。エントリー期間はね、ちょっと短くなってますので、この点ご注意ください。で、キャンペーンの内容としては、キャンペーン登録名へ対象期間、対象日にご登場いただくと、フライオンポイント通常2倍積載 いたしますということでキャンペーン登録日以降のご登場のみ2倍対象ですということで、えー、このねエントリーする前に乗った分に関しては、えー、2倍にならないっていうふうになりますで登場フライオンボーナスは2倍対象計算対象ですということでこれね今まであったねずっとコロナでねやってた時に一っときねこの。 登場ボーナスだだけねね対象外だったたりしたんですよ、ね、これ非常に分かりづらくてねよくなかったわけなんですけどもまあ、今回のキャンペーンはねちゃんと登場ボーナスも2倍になるっていうふうになりますで JAL カード会員初回登場フライオンポイントボーナスなどのその他のボーナスフライオンポイントは2倍対象外ですということででまたね JAL カード会員限定初回登場のフライオンポイントボーナスなどのその他のボーナスフライオンポイントは2倍対象外ですということで2倍分のポイントは通常のフライオンポイントと同時に2倍分のポイントは通常のフライオンポイントと同時 積算いいいいたしますすすととうことでこででれも分かりやすくていいですね乗ったらね、えー、2倍分がね一気に積算されるっていうふうになりますで対象のお客様ということで JAL マイレージバンク会員の方ということで会員登録さえしていただければ、えー、利用することができますで今回のねフライオンポイント2倍キャンペーンの対象路線なんですけどもニューヨーク JL56 便とダラスフォートワース JL1112 便のみっていうふうになりましてこれね羽田空港からニューヨーク路線と、えー、ダラスフォートワースロ 線これも羽田からのね出発便になりますけれどもこの2つがね対象っていうふうになりますまたねニューヨークの jl 34便こちらに関しては対象外になりますのでこの点 注意が必要っていう風になります航空券予約する際にですねこちらねあの JL34 とか56とか出てきますのでちょっと後でねえ見ますけどもこちら本当にね注意してくださいこちらの便をね選んでしまうとえ2倍にならないっていう風になりますで対象予約クラスですねえフライトマイル積算対象の全クラスということで、まあ、フライトマイルさえ貯まれば全部ね2倍になるっていう感じですねでこちらが例ということで東京ニューヨークエコノミークラス予約クラス H で登場された場された場合は4717 7ポイントと登場フライオンボーナス400ついてそれがそのまま2倍になって1万と234フライオンポイントっていう風になりますでこちらねあのクリックしていただくとまあ、こういった感じでね、えー、JAL のね、えー、フライオンポイントね計算することができるっていう風になりますので利用される方はですねこちらのね、えー、こちらの、えー、クラスですね下のクラスを見ながらこれをいじってあと路線ね選んで出していただければ、えー、フライオンポイントはね、えー、自動で計算していただけるっていう風に なりますで、一応ね、こちらを調べましょうかね。まあ今回ですね、4月1日からこちらキャンペーン対象なんですけども、JL、えー、JL の、えー、と3、4便は対象外っていうふうになりますので、これね、東京からニューヨーク調べたときに出てくると思うんですけど、ここがですね、ちょっとね、見づらいと思うんですけども、こちらの JL006 便、これだったら OK なんですよね。ですけども、えー、JL004、これですね。 これがね、ね。だっていい、う感じです、ね、はい、こちらが JL004 便になるんでえそうですね JL4 便ねえ対象外っていうふうになりますんでこれ非常に分かりづらいですよねなんでこうなったのかちょっと分かんないんですけどもちょっとね新機材の方をダメにしてんのかなと思ったら。 えこの日はね、JL006 便、対象の方がね、エアバ351、導入されてるっていう風になりますんで、値段的にはね、一緒なんですけども、こういった感じでね、006は OK だけど00、004、34はだめみたいな感じになっておりますので、予約される際はですね、こちらね、本当に気をつけていただきたいなと思います。下選んじゃったらね、プライオンポイント2倍もらえないっていう風になりますんでね。 ということで、ちょっと私の方でですね、えー、いい路線がないかね、海外発見で調べてみました、えー。その結果がこちらになっておりまして、まあ今回ね、あの冒頭にも言ってると思うんですけども、もうフライオンポイントを使ってっていうか、まあ獲得してね、JGC、JAL、ジャルグローバルクラブね、入会することはできないっていうふうになりますんで、まあ今回のキャンペーンもね、あのおすすめできる方っていうのは、えー、JGC プレミア修行とか、JAL のダイヤモンドとかね、まあそういった上位ステータスを狙っていく方向けっていうふうに、 なりますでちょっとね、私の方で、えー、ニュー、えー、クアラルンプールとか、マニラ、シンガポール、デリー、バンコク、ソウル、シドニーとかね、まあ、ここら辺の海外発見で、えー、調べてみました。まあ、こちらね、もしかしたらこれよりもっと安い運賃があるかもしれないですし、もしね、視聴者の方で、この路線、平井さん、めちゃくちゃいいですよみたいなありましたら、えー、ぜひね、コメントを教えていただければなと思うんですけれども、えー 価格手がね、もうこのフライオンポイントの単価をね、見ていただければね、わかる通りなんですけれども、まあ、今回ね、あの、ニューヨークとダラス・フォートワース路線しか対象になっておりませんので、かなりね、あの、安い路線っていうのはないんですよね。えー、フライオンポイントね、合計これ2倍入れて、このフライオンポイント単価っていう風になっておりますんで、 このフライオンポイントのね、単価っていうのはたいまあ10円を切ればいい方とかはね、言われているっていう風になるわけなんですけども、10円切ってる路線っていうのはね、本当に、えっと、クアラルンプール初の東京乗り継ぎのニューヨーク路線。まあここであったらね、この価格がね、あの B クラスで出てきたっていう風になりますんで、これだったら10円切ってる。まあそれ以外はね、ほとんど10円以上っていう風になりますんで、 まあ、なかなかね、厳しいかなっていうところですよね。ちょっとぐらいね、いいところないかなと思って期待してたんですけども、残念ながらね、こういった結果になりましたので、まあ、めちゃくちゃお得かってやると、まあ、海外でやりたい方はいいんじゃないかなぐらいの感じで、まあ、思っていただくのがね、いいのではないのかなっていう感じですね。もうちょっと安い路線ね。私が JGCC をね、に来た時はね、あの、すごい安くてね、 あのコロナもありましたんでね。あの良かったんですけども、ちょっとねコロナも明けて、しかもね今円安がすごいね進行しておりますので、そしてネイルサーチャージも高めっていう風になりますんでね。やはりこのフライオンポイント単価っていうのも、えかなりね高くなってくるっていう感じですかね。まあもしね、利用されたい場所がございましたら、ぜひね参考にしていただければなと思います。今回の期間が4月の1日から6月の30日までっていう風になりますんで、期間もかなり狭いんでね。 はい、そんなに価格もね大きく変わらないとは思うんですけどもまあ一応ねあの気になる方はご自身でねえあの路線で調べて価格とねフライオンポイント単価ね出していただければなと思いますはいということで今回ですね JAL がねフライオンポイント2倍キャンペーンです、ね、対象路線限定で開始いたしましたので解説ねさせていただいたわけなんですけどもまあ正直ねめちゃめちゃお得にはね利用することはちょっと難しそうですけどもまあ一応ね2倍キャンペーンやってあの 海外でね、えー、海外でね、修行されたいっていう方は、ぜひね、路線検索ね、してみていただければなと思います。まあ、あんまりね、期間がね、長くないっていうふうになりますんで、この期間と、またね、この、 今回ね、ニューヨークとダラス便、えー、対象になっておりますけれども、ニューヨーク路線はですね、あの対象外の瓶、ね、がございますので、この点はね、注意していただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで PT 診断、マイル診断、マイルクレカ診断、ポイントサイト診断ね、こちらから無料で利用することができるようになりましたので、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。 それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。